はい、続けてやります。今回はっていうか許可書もらったんで地下帝国に行きたいと思います。それと仲間変えてきました。新顔です。あ、取れる。何がいるんだおお、楽しみだなこれ。てお、イメージ通り。カジノの借金ここで稼ぐってどういうことだ。おお、囚人が走ってる。買う。へえ、えっちらほっちら。猿も。それは真実のリング。僕が大富豪に取り上げられた大事な指輪だ。愛する彼女がいて結婚したいと思ってるんだけど、その貧乏なんだ僕。結婚式をあげたくてかちゃんと働け。各千金ビッグチャンスショーを出場して大富豪に負けたなんか聞いたことある、そういう経緯。起点労働料返すか。返すよ。台本立てたら俺するね。へいへい、そこの優頑張ったね。挑戦権獲得だよ。ビッグチャンスショー、カモン、レッツゴーちゃんと働いた方がいいと思うよ俺は思うよ。何十年生きてきたけど、レイズ&ジェントルマン、ベリーベリーエキサイティングタイム、そのビッグチャンスショー。人はこれを運命の大決戦と呼ぶ。運命に任せた一発勝負、逆転劇。地下で鍛えたパワー、勝てば大富豪様の財産を丸取り。あ、そうなんだ。デーチャンスじゃん。ポーカー？違うな、ブラックジャックかこれ。完全に仕組まれてるこれ。ポーカーとブラックジャックほどあれだよな、仕組まれるものはね。やけになったか。挑戦者、対する大富豪様どうする。何？絶対フルハウス。何？ストレートでも来た？ポーカーかこれは。オープンザカードル出たこともない役が出た。何役って。プップップップしかない。ストレートフラッシュか。アンビリブイカ様に程があるだろ。あの、なんて言えば、僕がやりますよってパターンなのこれ。何？フラクション。ああイカ様、まさか自ら掴んでたか。警備員だ。警備員の皆さん。ああ、遅刻遅れになった。ああ、よかったね。パチンコ沼じゃなくて。あれ、大富豪になっちゃった。あ、服は変わんないんだ。真実の指輪を持ってきてくれたわけだよ。俺はしたいんだけど、今はなっても、ま、今は何も持っていないんだ。金くれ。部屋、いや部屋行くか。部屋結構遠いんだよな。部屋行きます。北で小金に困、お、なんちゅうやつだ俺なんだけど、そこに立っ
ている黄金騎士の像が装備している武器や防具でいいかな。全持てていいよ。何？てか趣味悪い。カブトもあるのこれ。黄金セット。あざす。ざす。イシスの返して。君はプリンセスバッジでも。うわ、戻ってきたで。金色の剣。これなぁ、防御だろ。うわ、勝ちっていろいろ。あ、1、まあ変わんねえな。ふん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 。てててててて、素早さに行くよ。まあ、なんでもええよ、君は。どうせ使わなくなる。いつか。いつか使わなくなる。よし、じゃあ。じゃあっていうか、ちょっと、鍛冶屋に行ってみたいと思うんだ。気になったから。あのハンスはちゃんと帰れただろうか。じゃ、鍛冶屋に行きます。鍛冶屋着きました。いやいやいや。帰ってきた。よかったね。じゃんじゃんバリバリ。鍛冶鍛冶鍛冶。いい名前だ。なんかお礼してくれるの？なんで上羅なんだよ。怖っ。この剣差し上げます。こいつは私が見て鍛えておいた剣でしてね。スミス秘蔵の剣。剣ばっか手に入るな。これ、ハンスも挨拶せんか。いつだの坊主。そっしゃ。親方にはこっぴどく怒られましたけどね。わっはっは。武器は鍛えられますよ。何？どんな武器でもいいってわけじゃないです。出来合いの武器はダメですよ。そこら辺の武器、落ちている武器はいわば中古品。なんだそれ。わかんねえなそれ。先代から聞いたんですけどね、世の中には手垢のついてないまっさらな武器があるらしいんです。あの通り素晴らしい素材でできた武器で、鍛えれば鍛えるほど強くなるらしいんです。鎧や盾もある。伝説のって名前らしいですよ。なんかそういうゲートがあったな。いいよ、一回でいいよ。これで扉が開いたわけ？伝説のなんだか、なんとかかんとか。まず秘蔵の剣の力を見よう。うぅ。さすがにこっちだろ。なんかあったかな、あやかしの動物かなんかに。冷やかしです。剣あるかな。まあ、また戻るとき道中見つかったら、ちょっとまたここ寄りたいと思います。ちょっと再開はどっからかわかんないけど。では、おい、伝説の剣が。他ねえか？こんなもんか。紫色のゲートさ。最初は、なんか、伝説の武具を求めてなんとかかんとかみたいなさ、説明が入るくせに、もうこれ一切ないからね、終わったの、落ちたら。その場所を覚えてなきゃいけない。なんたるもんか。これでも伝説の剣手に入った。伝説の剣って。あったぜ。やるって。あ？違うの？俺持ってんの。あ、装備しないとダメなのこれ。装備するか。
うち来てるよ、ね、あれ、あ、受付、あ、そうです、1000、金下ろしてきます。ました。おい、1000円が安いな。伝説のですね。こいつはいい鋼だ。やっぱり上品とはわけが違うな。お、あ、結構あっさり終わるんだ。金、金でいいよ。はやせーい。3000円。お、安いな。倍々になってるかと思った。1000、2000、4000、6000、4000、8000か。お、鍛えるぜ。だからプラスいくつまであるのこれ。10ぐらいまであるわけ。99、やっぱり5000か。全財産下ろしてるからな。うちね、繁盛しちゃって家事に頼れない鉱石がない。なんだよ。てか攻撃いくつになった？それが気になるね。116、弱っ。黄色の剣でいいか。それじゃあ戻って、あ、どこ行くの次。死者の回路か。うん、死者に行くか。じゃあそこまで戻りまーす。あれ、前見たような気がするが、気のせいか。欲望、てん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 。よし、じゃあ地下に潜るか。地下じゃねえな、幽霊城行くか。レヌール城に。このデイモス、なんとかデイモス教、まさか入信しなきゃいけないわけ。失礼します。まさかこれ幽霊戦とこもこの緊張感ある BGM で過ごさないといけないわけ。頼むよ、聞いて。聖なる水、こんなんあったっけ。ああ、あったね。前一回も使ってねえよ。何、死なるボディ響く弦。ああ、夢って素晴らしい。安全な場所から獲物の一撃、ビン、プシュ、スピッ、たまらん武器だぜ。え、あ、そう、え、これ墓地かよ。死者の回路。え、こんなポップな BGM でいいわけ。てってんてん。マジカルロード使わんやん、知ってか。なんて今。死者の回路案内担当、死者。忙しいな、いろいろ。ミミックいっぱいいんな。ホイッスル。お、ユミキャラいいね。俺ら強くね？コール。うわー、増えるね。ウィンドシュー。こいつも TH の発音しねえんだよな。ウィンドシュー。なんでだろう。おーい、
弱点分かったよ。分かった。狙い撃ち。お前 TP 少ないんだから、ちょっと節約してや。ガンガン使っていいとはいえ、宝箱擬態しとんな。何？これみんな貧乏なり、死ぬ者を倒して金を稼ごう。だから襲ってくるんか。めんどくせえやからやな。これ墓に、なんかあんのこれ。あ、ないね。呼ぼう！なんかもっと怖い BGM。あ、雰囲気は最高に怖いな。なんだあれ。毒キノコは。お。リビングデッド。あ、なんで君がやるの？これ絶対ピエトロだな。大丈夫、B サイレンスがある。B サイレンス。おい。注文字切り。こいつ声かっこいい。行くよ。やばいって。おい。シュ70。死んじゃうって。B サイレンス。うちのワトソンが。オッケー。おかしくないか？コピーできるのはいいけどさ、レベルまでコピーすんなよ。これはいかんよ。これあんま入りたくねえな。もう、なんで？こいつ必殺使いすぎだろ。贅沢病だよ。心の贅肉だよ。ナイトウォーカー。ウィンドシュー。魔法ってガじゃないだろ。任せてくれ。かっこいい。あとそのガンガンからね。てこのポップな BGM いかんでしょ。今日は徘徊してくんな。おぉ300ぐらい平気でいくね。いやー、うちら強いね。なんでだよ。ウィンドシュー。魔法使うなよ。任せてくれ。こいつらなんか結構見た目以上の強さを持ってるからさ、言うことないんだよな。こうジジイみたいにさ、おお魔法ばっかや、なんだなんだ、ゾウが、ここはゴミ捨て場、嘘つけ、きっかけだろ。ちょ、目がチカチカする。7番。わあ、一番外れだな。ほらな。あれ、順路じゃないこれ。この像なんだよ。襲ってこんなら手を出さないぞ俺は。でかっ、おい、左上。エルファント、何もなかった。本当にゴミ捨て場じゃん。ゾウが捨てられただけだ。目がチカチカするこれ。あ、どっちだよこれ。モンスター復活するから勘弁してくださーい。ふん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 、サクッといかねば。はい、すいません、通りますよ。おぉ、湧くね、いっぱい。ファイヤーボール。
こいつらよく燃えるわ。メテオボム。ワトソンにファイヤー。ワトソンじゃねえや、ポリスか。爆弾キノコ。ウィンドシュピエトロはファイヤーボール。ファイヤーボール。風の方がいいかな。一応女の身は弱点。声はそのままだ、怖いな。レベル上げしよう。キュアウォーター。キュアウォーター。ワトソン攻撃しないだろ。ほっといてもいいわ、あんなクズ。こっそりいただき。誰にやったんだ今。ダークヒール。体操だな。ガストにするか。ガスト、ガスト、ガスト。いや、ゾンビ HP だけ増える。増える。あ、増えなかった。やいため。もういいよ。やられてくれ、いい加減。おい、気合痛め。フレームフィールド。なその干渉しそうな技は。地下があるんだけど、墓場に。なんちゅうこと。おかしいよこれ。倒せ。よし、ざま見ろ。変身やつら強すぎだろ。基本的に宝箱。お、青い玉があるってことは、これが順路。誰に分かれても結局同じ。こんな形に誰がした。死者も困ってるじゃん。本当だよな、これ。よし。あ、両方いけるわけか。片方一発で当たりを引きたい。お？見えるけど取れない宝箱、気になる。侵入者の装備品。欲しい、欲しい。いらないわけがない。あの花キモ。あ、取れないんかい。トゥトゥンテトゥンテトゥンテトゥン。これ敵増えるだけだな。ちょっと寄せといて。増えた。誰撃ち。見えないんだよね。あ、いた。マンイーター。燃えろ。ファイヤーボール。焼いため。でんでんてれれれれ。早くサクッと抜けてよ、ここ。だって結局地下行くんか。地下から行けばええんか。あれ、引き親ち現る。行きたいしよう。どういうことだ。あれ、お、敵。お、滝って言っちゃったよ。死者の回路、金庫。金庫室、泣きなしの財産。え、いけないわけ。いや、敵倒せねえじゃん。反対側からもいけるんか。これ結局通路なわけか。金庫がありますよ。赤い聖なる水。
お、なんだね。ジョ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 ンジョジョンジョジョンジョジョン。ある意味不気味かもしれんな。こっちは青だっけ。何を言ってんだ。なんか襲ってくんだがこれ赤っ。でも対抗しよう。ウィンドシュー。ウィンドシュー。格が違うね。メテオボム。キングゾンビ。悪魔推し。なにこれ、トハンと。いや、隠れてんねよ、お前、悪趣味だな。お、いいね。ハンマー、飛天山。あ、なんか青い鳥開けなんて言ってたな。やめよう。いや、修羅の道を行こうじゃないか。こっちはどっち行くんだ。え、赤い扉が。なんだこれ、十字は。迷っとります。上行けるんか。もうどこ行ったか分からなくなっちゃったよ。赤い扉が閉まってる。こんな、なんだこの鳥は。ストライカー。この姉さん、ちょっと待って。魔法使うな。お前の弓が見たい。おい。天山。なんでこれピエトロ使えないのか、飛天山。ガス。こいつ魔法タイプかよ。青い扉開いてんな。見に行こう。広くねえか？前から言っとる気がすんな、俺。こっちは赤だっけ。今から赤い扉開けに行くわけ。青だっけって、赤だっけって。じゃあ青、赤行こうぜ。締めに行かなきゃいけないわけ。締めに行くか。どうなっとんだい。青だっけって。これ入る順番があるわけ。これマジかよ。赤だっけってところに赤いスイッチがあるんだな。順番か。さ、なんか言ってたな、じいさんが。録画見返すか、これ。一回切って。青い玉を起点にして。まあ、ちょっと赤つけてみて。どうなるかやな。でも赤いスイッチないんだけど。真ん中行ってみるか。真ん中にー。あれ、霧に包まれてる。雨降ってなかったっけ。どっちだーい。赤の音に青。ええー。戻れってことこれ。うわ、うぜ。あれでもさっき赤いったな、これ。赤の後に青。まさか、無意識に。当たり引いちまったか。いや、もうそれすら覚えてねえな。目がチカチカするんだよ。元に戻してやり直せ。何がだよ。
戻るか。うわあ、やっと出口か、これ。今、コナン君の CM に入る時の BGM が。ひょいー、まだ続くん、これ。うんざりだよ。あれ、赤いスイッチ開けたらさ、普通赤い扉入って。怖っ。赤い扉入ってさ、次青いスイッチ押して、で、青い扉入ったら、赤の後青、そういうことじゃないの。実際はあれだったよ。赤のスイッチを押したら、青のスイッチを押して、で、真ん中のやつ入ったら、なんか抜けてたわ。クソ暗いや、これ。なんだこれ。誰が作ったんこれ。怖くないな、これ。不気味じゃないけど。なんか、小学生の時に書いた、城みたいな感じになってるな、俺が描いた城みたいになってる。おぉ。やっぱりね、なんかコナン君の CM 入る時の音が聞こえるんだよな。キュイーッドゥーン。セーブポイントないっすか？あっ！よかったー。動画何分になるか分からんけど。今回これで終わります。スイドロ。